はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はエアギタシドレミちゃんがですね、外野手育成の時に至高の外野手プラスヒートアップが取れるようになって、強化されたというか、そんな感じになってるんで、ちょっと至高選手外野手バージョンですね、作っていきたいと思います。で、強化知らせでやっていきます。で、編成はこんな感じで、上限はとりあえず全部あって、なんかミートだけ異常に高いけど、で、金徳は赤原をお借りしてますので、アーティスト取って、で、新海ちゃんでアーティストかぶせて新アーティストで、独身術は絶対必要なんで東くん入れて、あとはデンジはまた広角を取りに行く感じで、彼女キャラいた方がいいかなっていうことで、キミちゃんを連れてきてます。この編成でいきます。持っていくのは招きとカロリーバーでいきましょう。お守りもねあれば全然いいんだけど、少しだからキミちゃんは追っていかないといけないかな。序盤はあんまりほっときすぎると全然イベント終わんないうちに終わっちゃうからね。後で彼女に振り回されるのも嫌なんですよね。さて、場所的に最初体力は回復するんだけど、いいや、3人の評価を上げるのが一番いいでしょう。お、ここも3人いる。で、2ターン目から、2ターン目っていうか3ターン目か、2ターン経ったところで船長システムが発動するんですけど、そう、東くんがやっぱ強いんだよね。シドレミちゃんも強いんだけど、自分が57なんで、本来はね、だからこの強キャラは入れない方がいいんだけど、シドレミちゃんはどうしても強キャラになっちゃうか。そうで、なんか金徳持ってるとね弱くなるらしいんだよね。だからデンジってかなり弱い感じになってます。なんか上位3人と下位3人みたいな感じだな。下位グループから抜け出したい。でも下位の中でも一番上。赤になってるのはメンタルか誰？39。シドレミちゃんはだから上げたくないんだよね、正直。ちょっと一回普通に指導してもらえますか。ハイボールヒーター。かといってね、天才持ち込むかって言われたらちょっとそれもなっていう感じだし、だから赤原とかでね、経験点いっぱいもらえるんで、指導をしながら能力を上げていくというところですね。やっぱりね、早めに船長にはなりたいっていうのはあります。で、キミちゃん出てきたから一応見ながら行くと、東くんはだからもう無理なんだよ。赤原がいるな、どっちかなって言ったらちょっとね、ちょっとミート上げて赤原行くのもありなんだけど、せっかく一応3人評価上げられるっていうことで、ここにしますか。打球伸びなんて言ってんだ。まだ9月ちゃ9月、もう10月になるちゃもう10月になる。これよく何がいいのこれ。で、肩は新海ちゃん86で D の50まで持ってくるか。これいけそうだな。やっちゃおう。じゃあ肩はね、やっぱり3種類経験点もらえるんで、俺は結構好き。あれ、船長変わってるし98になったか。やっぱ上位3人がすごいな。ここはキミちゃん行きながらデンジできますか。何回くらい練習して追加が来なきゃいけないんだ、彼女評価乗る前に。これ体力回復してっけ。いいやつになったか。序盤のいいやつは全然いいでしょう。ここはもう一回キミちゃんやっておくか。何にもないからな。来た来た来た、早い。キミちゃんはただちょっと回復イベントがねそんなに多くないんで、
メンタルが誰デンジかキミちゃんいるな。ちょっとでもやっぱりマックスまで持ってこうとすると少し追った方がいいよね。デートだけだと無理なはずだから1個バックっちゃうかも序盤に。うんうんうん、行こう。指導。そしてあれか、体力カットがあるからあんまり減らなかったな。よしよしよし、これがこれでね、あ、サポートにクレアさんだっけ入れてます。いや、しどれみちゃんはだからもう無理だと思うんだよね。持っていけるか。いっぱいあるのはとりあえず筋力が結構あるから、まあ、技術もそれなりにあるし、C くらいまで持ってく。あ、もういけんな、多分。あと、ちょっとちょこちょこ。印象が結構足りてない。よし、いけた。で、96だから、これ、しのれみちゃん無理だな。デンジはいけるね。まあ、筋力ちょっといっちゃうか。経験点的にはここがいいんだけどな。デンジ。まあ、やっぱり青ポツ優先。まだ序盤だからね。で、船長になって、ラブパワーが消えて、可憐で体力回復。ありがとうございます。さあ、そこから、東くん。これはもう交代だね。だそろそろまた、微妙なコツは潰していけるかな。自動デート、まあまあまあありがたいはありがたい。やっぱりこういう時にね体力回復してくれるんで、もう最初はね安定のバス停前とはいえ勝てないことも普通にあるからね。ちょっと足りなさそうなのを上げていくか。で、一旦 D には収まったから、まあ、ちょっと適当に上げて、あとはまたいつもの通り悪球で骨身になってるやつは潰して、代打スラホーム突入、ハイボール1か、まあ置いとくか。とりあえずで、ホームシッシュもまあいらないけど、ちょっとね取らざるを得ないよね。アウトコースとかもうすでに4になってんだけど、もったいないはもったいないよな、やっぱりこういうので。どなた、赤原か。まあ、赤原は大歓迎。広角打法。そして回復が2つ入ってくれた。マジで美味しい。バス停前だからといって余裕なわけではない。ほら。おー、なかなかいい勝負をしてるじゃないか。誰、最後投げてたの。よしよしよし。さて、そこからしどれみちゃん、うえへへ、進化しちゃう、すげえな。しどれみちゃんちょっと上げるか。総力欲しいっちゃ欲しいからね。53123。総力練習いないからね。これどっちがいいの、いいやつにはなってるっちゃなってんだっけ。これ体力最大値か。ロックなコーディネート。これなんだ。過激な感じなのは俺あんまり好きじゃないんだ。まあ悪くはないけど。お、いいね。さあ、しのみちゃんが108か、ちょうどか。じゃあパワーでっていうのもあれだけど、デンジか。デンジも結構上がってきてんな。ちょっとメンタルやりたいな。その経験点的に1回挟んで、あー、お手製ドリンクが来たんだったらちょっとあっちでもよかったけど、まあまあまあしょうがない。それは電池強くなってた。さあ、ここでもうさすがに交代するか。52で大丈夫。まあ守備でもね、あの全然敏捷は手に入るんで。
で、まあもちろんイベントは進めていって、変わって、これで歌だよね。さて、じゃあまたちょっと、綺麗に上げていきますか。とりあえず、D、じゃあ、ゴール C くらいにはいけそう。まあもう足りてるから。で、どれだ？筋力。電池。来るか？勝負に。8上げんのか。まあ8くらいだったら2、3しか上がんないから、戦力的には。3くらい上がってる。3につき1だからね。電池、お前を強くする。ダヒンドライブとか、一発逆転。で、守備で、アズマくん、お、いい感じで来てるな。これ、船長はまだ交代にならないか。守備移動。ちょっとそろそろコツ見る。なんか来てんな。8% か。シドレムちゃんか。これは、交代させよう。ちょっと強行するか。まずコツを潰そう。ラインドライブとかさ、持ってるキャラいないんだよね。どうしてもパワーヒッター取っちゃうから。インコースも1あるよ。打球のビーチはなー、ちょっとさすがにな。で、守備と2だ。はい、変化球が来てんのか。8割系が多いからな。ちょっと8番なら大丈夫でしょう。次、ちょっと精神やるか、どうするかは考えよう。固め打ち。体力上がってくれたな。これでね、体力回復系の選択肢がちょっとないからな。まあ、こういうイベントで体力回復してくれればなお良かったんだけど、まあ、メンタルね、赤からね、まあ、回復できるっちゃできるけど、ちょっとな、固め。で、じゃあ補給を上げていって、まあ、ミートかな。やっぱ敏捷が足りてないな。どうしようかな。まあ、ちょっとまだバーは取っておきたいっちゃ取っておきたい。ちょっとメンタルやって。クリスマスで多分そこまで回復はしないはずだから、ちょうどこれで体力は全開になるっていう。粘り。海岸。まあ、ここら辺か。赤原か。いいな。東くんか。行くか。全然ミート弱いな。あった、アベレージヒッター。これで、まあ、とりあえずあっちして、仲良くなりたい、ありだな。これそこまですごい経験点が入るわけじゃないからな。仲良くなりたいぜ俺は。10、まあ、結構上がったな。なんもねえ、なんもないがあるからな。普通にアーティストはちょっと取っとこう。本当になんもないわ。まあお出かけするか妄想するかっていう感じだけど、いやー微妙だな。なんかめっちゃ悩んでるけど、デートしよう。ご主人様って言ってるんだ俺のこと。で、しゅんかちゃんがどこにいる。あ、まあまあまあ大したあれじゃないけど、青です。冷静いいな。やっぱりサポートキャラは回復してくれるのが。よし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 、一気に全部回復したな。あ、これね、あ、意外性か。あっちじゃなかった。パワーヒッターくれるやつはまた別のやつか。お、伸びてきてんじゃないかミートが。まだ大丈夫だよ。いぶし銀、おお、回復。自動デートで、そろそろバレンタインも近いからね。ガン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 練習していこう。ここどうする ?D! 金徳か。まあ、この後でこう金徳しかないし、そもそも。
大丈夫か。で、1級入魂、そのさ、熟練した能力がシンクロしたため、さらに経験点を取得したのさ、150もらえる条件が分かんないんだよね。これな、どっちがいいの？分類性かってか、何も分かんなかったな。評価も上がんなかったし、体力も上がんなかったし、降格打法はちょっとね、電磁の時に取れるから、まあ残しておきた。必球入魂 4! すげえな。で、いぶし本類性感霊性くらいか。ちょっと拡張、いや、まあまだいいか。そろそろちょっと船長を交代させたいな。おお、うち投手力すごいじゃん。こいつ誰か知んねえけど、なんか試合の時に能力見てみんのも、あっ危ねえあ、筋力か。まあこれはちょっと筋力さばきに行くか。ということで集客力、敏捷足んないのに敏捷48使っていくのか。でも角も敏捷めちゃくちゃ使うな、まあ、10くらい。まあなんだかんだで20近くにはやんなきゃいけないからね。帳尻合わせ、よし変わった。バレンタイン、いいねいいねいいね。打球の上、これ打球の上潰しちゃっていいんじゃん。じゃあこれで、ちょっと待って、まずどれだ、帳尻4になってる。対変化球はな、まあまあまあ、待って待って待って、俺自分の能力上げなきゃ。これなんか忘れちゃうんだよ。お、ギリギリ抜かれたのか。じゃあちょっと敏捷上げとこう。敏捷というか総力か。あ、待って待って、誰、あ、違う違う違う、まず俺だもんな。筋力結構きてんな、筋力余りそうだな、これ総力ブーストよ。しってか溢れたな。いや全然筋力だけ余ってるわ。じゃあ怪我しに来た、取ろう。広角な方も取っちゃっていいけど、どうなんでしょうかね。じゃあ4番とかなんかそこら辺を直撮りしていきますか。とりあえず、まあ、一発逆転直撮りして4番も直撮りして、チャンスボールは技術を結構使うのか。だったらまあタイストレート直撮りしちゃってもいいけど、大変化球が結構無駄になるんだよな。まあでも2400だし。お、いっぱいいるな。電池誰、人を見る。東君筋力か。まあ白レミちゃんでいこう。ここは赤原、ここはもう交代だな。しかも結構経験点普通に練習でくれるし、夢そうだな。でこれで降格打法のコツがかなりレベル高くなってるんで、もう5になってるんじゃないか。ほらで降格をで、まあ海岸して二次得狙うのはありっちゃありだけど、どうなんだろうな。かぶせられるものはなんかあったっけ。関係者こっから見れる、げ何もらえるか見れねえんだけど、イベントデッキから見ればいいのか。ただ降格砲をかぶせる、アーチストかぶせる、キミちゃんなんかある。ポッシュ以外だから、新内野安打王とかあるっけ。なんかわかんない。スイープは芯はないよな、どう考えても。ダズマ君独身術しか取れないから、シドレミちゃんはヒートアップ。あ、じゃあちょっと一個海岸してケケテさばくか。あるものとすれば技術100、精神100、これで投入しよう。鶴瓶、いやーいらないな。魔術師とか普通に欲しいんだよね。古軍奮闘ね、どうしよう、無駄になるかもしんないけど、最後引き直ししよう。高速レーザーいいの来たな。
外野だし、これはいいものを手に入れた。で、ちょっとはしどれみちゃんが今船長だから、総力を上げて、肩を上げて、守備も上げて、呼吸も上げて、 OK。 で、メンタル赤原、いいね、よきよきですよ、初撃で、2回目メンタル誰、赤原か。東くん、じゃあそろそろ14は上がらないよね、多分さすがに。船長本体にはならないフラインドライブか、またまあさすがに無理だよね。いくつになった、あーでも141まで来たか。どうなの、もうどうしよう、やる気上がるんだ、またお手製ドリンク、タイミングが悪い、やる気は上がった、打撃いいね、電池、電池はちょっと待ってね、筋力が溢れそうだな。高速レーザーを一回直撮りするか、まあ、1球入魂もな、ありっちゃありだけど、ちょっと高速レーザーを直撮りして、で練習しよう。タイストレート両方手に入れたら、大変化球、タイストレート、これはちょっと電磁100、赤原足遅っ、あーこれどっちもって感じだな。78で東くんがいけるか、多分勝ち上げるくらいだったら能力23は上がんないもんね。ってことはこれで東くんを指導して船長交代、敏捷と銀座はまだ大丈夫、チャンス、心眼俺心眼持ってるキャラいないんだよね、これ欲しいな、東くん来たら。肩ひどれみちゃんで、143からだとちょっと船長がさらに変わっちゃうから、A にしておいて、ここはでも一旦自分だよな、だから指導をしてもらうか。はい、守備職人、体力8、あこれが多分タワヒ組んなかった。で金誰、東くん、赤原のここメンタルめちゃくちゃ美味しいんだけど、こっちやりて、また4月の2週だ、いけるはずだって言ってこないんだよな。ちょっと拡張いくか、1、2、3、4、5、はい、まあ、こんくらいか。で肩誰ちゃう、新海ちゃん132、15上げるとまあまあ上がるからな。ちょっと見て、今ちょっと体力がないっす、インコース、アンダ製造機、ここら辺なんかにしとくか、狙ってもありはありだな。誰ちなみにこれ、東くん来るね。でここ誰、赤原か、いやこれはどう考えても赤原だろう、本当になんかもう、ああこれ切っとくしかねえなっていう、ちょっと待って、船長交代になるなこれ。赤原はでも経験っていいんだよね、183と428プラス経験点もらえるから、あーまあ無理して上げてっていうよりはちょっとこちらなんだ、こういう計算がなかなか難しいからな。あと今がどういう時期なのか、まだ4月の時期だから大丈夫っしょっていう、これどっち、どっちもいいや、内野安打どうする、 C、 俺いくつ A か、でもな安心は全然できないよね、チャンス、内野安打、骸骨がないから守備職はもう1で全然いいでしょ、インアウト3と4、初撃とか4になってるし、いつの間にかブーストチャンスボール、この2つもな、なんかもったいないよな。やっぱ敏捷が足りてないで、あれどうだったっけ、
何がどうなったんだ。アズマが100になってるし、これしどれみちゃんで交代してっていいんだっけ、なんかもらったっけ、もう忘れちったよ。まあいいや、交代しちゃおう。上り調子、勝負し、あーこれどうしようかな、なんか体力いっぱいあるし、あれ上が体力マックス上がるんだっけ。さあ勝てるか SG、 よし1点入れた。いやいい勝負だ、なんかめちゃくちゃ投手頑張ってんな。90でシドレミちゃんになってのなっての守備上げて、まあ、こんなもんでしょ。やっぱり敏捷だな、足りてないの。メンタルに来てる東くん149だから、これ船長交代になるな。電池、電池でいこう。タイストレート超ラッキーボール。そろそろやっぱり金徳を狙い始めないといけない時期だな。臨床くれた、あ金徳来た、まあ、これ金徳だけの時ね。これ何くれんのっけ。ちなみにしどれみちゃん何持ってんの、全然わかんないんだけど。チームメイトで見た方がいいのかな。しどれみちゃん勝負師か、あれ勝負師って新勝負師あるよね。海岸で狙ってみる、新勝負師。まあ筋力と精神ぶっ込むか、精神全部ぶっ込んじゃってよね。200、よし、アイコンタクト交じらねえわ。代打の神様、代打の神様だって真代打の神様ね。これなんか虹徳マジで把握しとかないとな。ミラクルボイスとか一番いられんの来たんだけど。できません、経験点が無駄になっただけだ。取らないかんね、これをいらんから。そう、これ勝負師しかつかめないんだよな。経験点どうやったらいけんだろう。で勝負師は一応じゃあもらっておきましょう。からの打撃、赤原が来てんな。いやーめちゃくちゃくれるわ。走塁でも美味しいんだよな。ちょっと敏捷足りてないっちゃ足りてない、経験点だけ。これだって美味しすぎでしょ、どう考えても。いやーいや、ちょっと足りないものでしょ、もう5月だから。チャンスね、エースキラーで肩、赤から行こう。あれちょっと待って、溢れるエースキラー、ちょエースキラーみんな取得しすぎだろ。あ金徳ちょっと狙っていく、もういいでしょ。進化ちゃんって何持ってるかだよね。体力ないからバー食わなきゃいけないし、誰が何を持ってるんだか分からん。エースキラーか、大好きな、みんな大好きエースキラーだな。だって赤羽、でも東くんこれ船長いけんな。149、いやこれちょっと船長だな。結局拡張能力ってさ、どっちも敏捷使うからさ、さばこうとすると敏捷がどうしても不足しちゃうんだよね。30でこれバークって、これ9月だしで、これやってガズマで、これがこれ体力出ちゃうからね。やばい、タリン打撃、メンタルで電池か、カチともメンタルだな。でミートをちょいと上げて、パワーも上げて、で回復させて、ローボールヒッター、あこれは回復する要素ないよね、イベント的に。敏捷中、あれ赤原細くね、大丈夫これ
そういえば全く進んでなかったよね。あーで金とかじゃあ取っておくか。ここは2999溢れる。ちょっともう直撮り、あ、敏捷あんまり使わないやつを直撮りしていこう。ヤンダオとかめちゃくちゃもう敏捷の塊じゃねえかよっていう。あ、一球に横も行くか。チャンスメーカー、満塁、さよなら、逆境、ターンイエース、ロボルヒッター取っちゃおう。高速チャージ50か。連打、ささやきも重いからな。ラッキーセブン、競争心、上り上司、窮地ヒートアップでいくか。独身図はちょっと取ろう。接戦、ミラクルボイス、ここもまあ取っちゃおう。あ、思考アウトフィールダー取ると79くらいか。あー、まあまあまあって決勝だ。最終連発、よし、これでや。さて、ここでもらっておいて、エースキラーを。からの、筋力はもういらん。17。死んじゃいそうな気がするな。お出かけしよう。あと1回。評価は足りてなさそうだな。あ、最後めちゃくちゃ体力回復した。ありがたい。で、赤田か、赤原か、90か。90上げちゃうとだいぶ上がっちゃうよね。まあ普通にじゃあ仕事してもらうか。ここはおとなしくミートコツ。まあでもミートあれだからね、プラ18まであるから軽減してくれるんだったら助かるわ。なんだかんだ言ってもう試合始まってるからね。7月に入って、でこれ2回目でしょ。ちょっと重いか。あと赤原だけ。ちなみにキミちゃんどうしようかな。普通にカラデートするか、体力回復させるために。何もないからね、喫茶店。もう一回くらい船長交代したいんだよね。そういえばさ、なんだかんだ言って心眼取れてなくね。せっかく来たのに。あ、まあ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 、一応これで終わりか。全部もう大丈夫。誰、心眼、東くんやるか。東くんだよね、心眼持って。チームメイトで東くん、どこだ、心眼持って。東くんから心眼と独身術取ってるって優秀だな。心眼、心眼ってマジ何なの。なんかいい特能っていうのは心眼ってところ。なんかイメージとしてはあるけど、エースキラーも取っとくか。どこだ、下の方か。あ、スイープ取るか。あー、ちょっと取っとこう。技術が足りんか。相手投手が投げようとしてるおおよその位置が分かることがすごくね。技術足んねえ。どういうこと、これ。ちょっと試合見てみよう。俊英高校金なんか出たよ。どういうこと、意味は分からん。ちょっと今の俺にとってはなんか邪魔なんだけど。あ、そういうことね。もうあ、これはしかも変化球もう加味されてんのか、なんか分かんねえな。 V スラが結構動くからな。あー、変化球加味されてるっぽいな。何も発動しない。自力で打つしかない、ね、大丈夫。慣れないと難しいかも。あとどれくらいの確率で心眼が発動するのかっていう。独身術は結構発動するじゃん。わかんないけど体感 30% 以上くらいで発動してる気がするんだけど、まあ、50とは言わないけど、でもまあね、それに近い感じでは。あ、
あ、でも臨床ってなんだかんだ技術が、ってか赤原遅足ってか、キミちゃんとか評価どうなってんの。まあいいや、別に練習した方がくれるし。あ、ナイアンダもらった、やったー。ちょっとじゃあ、いやもう一回ちょっとな、変えたいっちゃ変えたいからな、取っとこう。まだ基礎を上げないで。めちゃくちゃ危なかったんだけど最後負けるかとか思った。さてさてさて、こっから誰だ、東くん、しのれみちゃんあたりだったら交代できるのか。赤原電池打撃の方がいいかな、もう上げちゃうか。打撃のもう敏捷でもなんだかんだで2000あるから、ミートだっけ、てか弾道まだこれ変わる、あ、変わねえから101にやる。しかちゃん高い、結構打撃で固めてあるから技術余るかなと思ったけどそんなことなかったわ。なんかさ、診断結構慣れないと難しいんだけど、なんかめっちゃ意識しちゃう位置を。ボールの誰、赤原めちゃくちゃ育ってんだ。てかもう8月の2週だからそんなにっていう感じか。もう上げ切っちゃっていいよね。いやこれ絶対技術足らんわ。経験点的に結構厳しいかもしれないな。いや全然無理だ、あげらんねえわだってこっからミートでしょ、18無理だな。一回回復させて、なんか最後赤肌が打撃の指導タッグをやってくれればまたちょっと変わるかもしれないけど。シラス2回戦を見事突破しました。さあと技術をどれだけ稼げるか、まあ試合経験点もまあまあまあもらえるけど。ああ、最後にチームランクが上昇した、やったありがとう。あ、筋力か、220か。当たったら守備連でシドレミちゃんから技術をもらう感じでいきますか。500だったな。600一発逆転、もういらん。では最後、全然取ってないよ、ここら辺下の方割と取ったんだっけ。いやーなかなか厳しいな、ささやき破りとか重いし。ちょっと待って、ここら辺だって技術、盗塁、走塁、早球はだって必要でしょ絶対で、バントちょっと置いとくか。足らんもん、後続チャンジャーって絶対追い打ち、ささやきも重いな。速攻、あと赤いイラクルボイス絶対ない、かくらん、サインサッチのどっちって言ったら技術使わないこっち。まあ一応対変化球トン内で置いて正解といえば正解。ミラクルボイスの分あれ何ぶっ込んだったっけ、技術ぶっ込んじゃったんだっけ。今となってはちょっと印象余っちゃってるからな、余ってるっていう感じでもないけど足りてるからな十分。そうするとやっぱ拡張能力やった時に集客が165使ってるからか、これだな。まあ、最後ちょっと格を上げていくか。格は今見たところ技術を使わないからね。まあ、あと格を上げてっていうところか。
ワンアウトランナー一塁という場面で、本当これわかんのマジで、え本当に行きた、ちょっとまだ難しいけど、心眼ちょっと難しいわ今の。あまた来た、ワンアウトランナーどこ、ここら辺、これまた奥底、初球出てたヒットになります。むずいわ、まあ、大体だもんね、多分おおよその位置っていう感じだから。いやめちゃくちゃ心眼してんな、ここら辺むずいむずいむずい、進化これあれじゃん、心眼プラス独身術じゃん、最強の組み合わせ。これじゃあボールってことでしょ、投げました、ボール、オークトスモーク、心眼の力見せてる。ここら辺投げました、どうだ、打ちました、どうしても振り遅れんな、パワーで無理やりねじ込んでるけど。おお来た来た来た、すげえな、心眼祭りだ。ここら辺、おおいいね、心眼慣れてきたよ、入った入った、シラス優勝決めました、よーしオッケー。一応そのキャラ、あのパワープロアプリの方のねキャラ見てみると、ペガサスだよね、あの遊戯王コラボの、なんかね、独身術足す心眼とかすごくないっていう、みたいな。おまけにさ、キャッチャーの金徳もめちゃくちゃいいし。さて、ではここは投手陣にして、新骨格を取って、経験ってまあ36,000、35,000超えてくれればまあまあまあっていう感じだよね。できればやっぱ40,000近く欲しいんだけどね、やっぱそれになると重い、新骨格を200も使うのか、どれだけ船長回せるかなんだよな。船長1回回すだけでまあ1000はいかないけど1000近く入るからね、だからもう1回やっぱ船長回したかったんだよな。まあなんだかんだで、まあなんだかんだでか、対比で1だけにしとこう。でミートをどこまで上げられる、106789、どうだ、106で止めておくか。で対左をじゃあ20丸にして、あー番頭はまあなくていいからな。あーささやき破りか、いやちょっと技術の使いどころを誤ったな。ささやき破りにしとこう、ここはせっかくあるんだし。であと拡張で格を上げていく、敏捷がどこまで持つかっていう感じか。精神は結構有り余ってるからね、もう1回くらいか。それであとは精神だから、まあ、人気者くらいしか取れないかという感じ。あ、499、 P、 まあでも PE に乗ったからね、よしとしましょう。まあ思考の外野手となんか知んないけど心眼ももらえたし、まあまあまあ満足のいく結果だと思います。ちょっとお名前を決めていきます。PE の、だから今のとこ PE 選手で更新っていうかね、チームを変えていきたいんだよね。はい、というわけで思考の外野手をつけた、一応 PE 選手を作ることができました。まあ思考をつけて PE でまあちょっと選手をね、更新していこうと思います。で今回ちょっとねやっぱ技術だね、足らんかった、思ってたより足らんかった、余るかなって思ってたけど、まあ練習がどこ来るのかっていうのにもよるけど、ちょっとね経験点を揃えていくっていうのがなかなかしらすは難しいとこなんで、あの基礎能力を上げきれないんで、まあ、その分ねやっぱり S1 とかね S1 台になってくると経験点やっぱそれなりに使わないといけないんで、まあもうちょっとお勉強が必要かなと思った回でした。あとまあ船長をどれだけ回せるかっていうのがあって、やっぱりね東くんとしどれみちゃん結構強いんで、やっぱ船長になるまでねちょっと出遅れるよね。だこれがもっと早く船長になってれば、だからもう 1,2 回は回せたはずなんで、まあまあまあでもねそこはちょっとやっぱり、まあ、どうしてもね独身術は欲しいし、思考の外野手は欲しいしというところで、まあ、自分のね、取りたい得能を取っていくっていうのが自分の中では
優先度は高いんで、まあ、そんなところのサクセスでしたということで、まあ、思考シリーズね、ちなみにあの袴友澤も取ったんで、まあ、思考の二塁手とかあと進くんも、ワールド取ったんで、球界の頭脳あと新球界の頭脳を持った選手とかも、まあ、作っていければなと、思ってますというところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。